再再再再再再再エイペックスポップマス始まるまでエイペックスポップマス始まるまでエイペックスやりまーす。エイペックスオフプレイ中のフレンド多くない？めっちゃやってんじゃんみんな。どんだけエイペックス好きやねん。なんかエイペックスの音すげえちっちゃい気がする。俺の耳が悪くなった可能性あるね。俺の耳が溶けちゃったのかもしれないね。君の耳もしかして溶けちゃってない？ひゃぴゃ。あれツイッターでツイートされない。俺配信開始してる？配信開始のツイートがツイッターでされてませんね。ありゃりゃ、おかしいぞー。自力ツイートするか。自力ツイート。よろしくでーす。バコライス、また友人をアペックス沼に引きずり込んだ。いいね。あ、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 キリタンでかい。キリタン、ポップマス、ポップマス、ポップマス。やっぱポップマスといえば俺みたいなとこあるからね。俺といえばポップマスみたいなとこあるじゃん、やっぱり。ですんでポップマスやりまーす。音でかくね。音でか、下げるわ。おいおい、これでどうよ。これでもでかい気がする。まあいいか。まあ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 。なんか今日ポップマスライブやってくれるらしいんだよね、いわく。初披露らしい、ポップマステーマ曲。何度でも笑おう。さあ、笑って、歌おう、喜びの歌。嫌いた自分、ペシャイス、永遠だから。さあ、笑って、何度でも大丈夫。僕たちはできるさ。We will smile。 おい、フラグを投げた。むずくね？フラググレネード、直下グレむず。これぐらいか。フラグを投げた。いや全然もっと、もうこれぐらいか。フラグを投げた。うさん、全然直角にできないよ。なんでや。これぐらい。フラグを投げた。いやちょっと手前すぎるな。これぐらい。フラグを投げた。いや遠く行きすぎてる気がする。そうだよね、これぐらい。フラグを投げた。遠く行きすぎでしょう。直下ぐらいめっちゃむずくね。もうなんと感覚でやるしかない。フラグを投げた。こうしてこうしてこう。フラグを投げた。おお、やっと当たった。全然当たんないね、直角ぐらいね。難しいね、とてつもなく。まあそんな感じでやっていきましょう。まあまだ1時間ぐらい。今日は配信早いな。いや今日ね、ポップマスの生配信があるらしくて、それ見てえなと思って
いたんで。まあそれまで暇なんで、Apex でもやろうかなと。今日久しぶりに、シスプリの動画も上がります。YouTube に。よかったら見てください。お、今日いいんじゃない？あ、今日いいかもしれん。うん、今日いいぞ。今日元気だね、俺ね。あ、ダメかも。いや、今朝さ、絵描いてまして、朝まで。おいでね。まあ、眠くなってきたんで、絵描くのやめて、寝るつもりだったんですけど、ツイッターでね、ツイッター見てたらね、だがしかしとか、夜更かしの歌っていう漫画を描いてるね。漫画家のね、琴山、先生っていう方がいらっしゃるんですけど、まあ、だがしかしすごい好きで俺漫画全部持ってんだけど、いやもったいね。なんか知らなかったんだけど、その人がね、ツイッターでね、今やってる漫画の、今その人が連載してる漫画の夜更かしの歌っていうね漫画の1話をツイッターで無料公開してて、もう見たらめっちゃ面白くて、1話たまらんぐらい面白くて、いやこれは面白いなと思って全巻買っちゃって、 Kindle で。それ見てたら今日の昼12時ぐらいまで起きてて、やっべって思って寝たんですけど、マジで面白い。みんな見た？夜更かしの歌見た？みんなマジで半端じゃないぐらい面白いぞあれ。神漫画、あんな面白い漫画がこの世に存在したんだなっていう感じ。本当に夜更かしの歌について語らせてください。いや当たんねえな、この距離になってくると。この距離 R99 当てられるのすげえわ。よくみんな上手い人が当ててるけど全然当たらん。暴れるわ、めっちゃ。いや今ぐらい当てたい。よく狙い定めれば、まあ、当たんないこともないか。割るぐらいまで行きたいね、この距離で。あ、弾なくなっちゃった。大体俺はこの1000発打ち切るまでやったら今日の練習は終わりっていう気持ちでやらせていただいているんですけど、うわ強い今の溶け方。あと301、もうちょい優しくだな。ちょっと下下げすぎだな。いやー殺しきれない、痛いね今のね。動いてない相手にね殺しきれないっていうのは最悪だからね。
うわ、悪いことすらできない。50、ヘッショ56入んの。いやー、今のグラ当てて気持ちいい。今のゼンダー当たってる感じ、今のゼンダー当たってる感じ、超気持ちいい、超気持ちいい。北島康介になっちまうよ俺も、ついつい。あー、ちょっと下げすぎな気がするな、リコイル。おい、よし、じゃあ今日も行くか。レンクメッツ、レンクメッツ。今日は夜更かしの歌を読みながら夜更かししてたせいですっごい眠い。くー、夜更かしの歌を読みながら夜更かししちまったせいでよ、すげー眠いや。フィニッシャーを一回実行する、実行するか。じゃあフィニッシャー、ガクガクしてますね。ジブラルタルが時を戻されてますね。キングクリムゾン、キングクリムゾンだよ。なんかツイート2個しちゃった、1個消そう。なんかニコニコもしかして調子悪い、大丈夫？なんかニコ生調子悪っぽくない今。生と死の狭間でこそ生の実感が得られる。そんな感じあるよね、多分、多分ね。特に何も。ニコ生バグってるって言われてるわ。多分ニコのバグってるっぽい今。へえ。はあ、お前はバカの手本みたいなやつだったな。俺ジャンマスだ、やべ。ツイッター見さ、ニコ生で検索して。シールドこそ我が人生。準備はいいんだろうな。こっち行った方がいい。聞こえたぜ。了解。ホロデーバッシュの BGM めっちゃかっこいいな。てか BGM ランダムにしてるはずなのに。誰かいるぞ。え？ああそれね。オッケー。BGM をランダムにしてるはずなのにもかかわらずホロデーバッシュの BGM がすごい勢いで流れる。こっちだ。マップを見ろ。次のリングまで距離がある。嫌だな武器な。恐ろしい武器構成になっちゃってるな今な。武器構成が終わって、あ、ヘビーナも欲しいな。拡張エネルギーマガジンを発見。レベル3だ。私のだ。オッケー。どうぞー。いや、スピットファイアかヘムロックかで言ったらヘムロックかな。拡張ヘビーマガジンを発見。レベル2だ。まあ、できればあれが、おお。いいけどね。
リュックがないです。バック、いいってことよ。バック、心臓がバックバック、バックパック、心臓もバックパック。ライトアームだけか、今日作れるのは。大好き大好き。アサルトライフルのスコープがいる。ラビューラビュー世界は。あれやってくんねえかな。こっちに調査ビーコンだ。リングまで距離がある。レース開始。やべ、オクタンが一人ですごいとこにいる。緊急だ。残り45秒でリングは遠い。次のリングを。ありがてえ。ごめんね。スコープを発見。中距離クソ欲しい。これは使える。そんなん欲しいに決まっとろうが。広がりすぎてる。マップを確認しろ。これじゃ足りねえ。まだまだ上げるぞ。リングが移動してる。急げ。とう。とう。やっぱさすがにさ、ニコ生調子悪いよね。スコープを発見。俺もうちょい人気あると思うんだけど。え、こんなもんだったっけ？俺が配信した時の米数って。俺満身？満身ってことでよろしい？こんなもんだよ。こんなもんか。満身？それってじゃあ俺のつまり。じゃあいいか。満身ってことにしときましょうか。投げ物1個じゃちょっと心もとねえけど、ありよかった、ラッキー。投げ物、俺この時捨てなかったっけ。取られたか、アタックスター。大丈夫さ。アークスター。アークスターが強いらしいよ。なんか、いわく。レース開始。ポップマス。ポップマスがこの後あるらしいよ。チャンピオン撃破。ポップマス配信が。敵ながら見事な活躍だった。歌歌ってくれるんだって、ポップマスのテーマ曲。こう越境テーマソング。でも今日はっていうのも。敵が近い。マジで。ようやくやり合えるわけだ。オーケー。これの上か。川口リスナーが局所的に絶滅した可能性。ねえ。ほえ。ポップマスの、ちょっと待って、オクタン。どこ？シールドをチャージ中。オクタンさん、どこでやり合ってます？周囲環境を待つ。おおおおおおお、後ろからも？行こうか。あ、そっちか。ごめんごめんごめん。そっちでいいよ。え、行きたいよね。もう。奥田足速えな。あ、奥田じゃなかった。さっき言ってんの奥田かと思ったら、ブラダールハウンダルだった。
スコープ。あそこに誰かいるぞ。中距離よりはある。助かるや。行って。了解。びっくりした。これじゃ足りねえ。まだまだ上げるぞ。どっから撃たれた今まで。そう、どうやって登った？すごい。あ、普通に登れた。なんか痛かったんだけど。どっから痛かった今。標的を発見。あっちに標的だ。今の忘れてくれ。あっちに敵がいる。なけで俺のスピードについてきな。なんか槍やって。よーブラザー、やり合ってんな。めっちゃやり合ってんな。シールドをリチャージしてるところだ。あっちに敵だ。強敵を確認。なんで当たんないの？俺弱い、俺弱くなった。うい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 。俺弱くなったかもしれん。うわー、これ冷てえな。エリアをスキャン中。自然の力を召喚する。リロード中だ。敵に運命の時。終わっちゃった？スキャンできる？スキャン。いるよね、いるよね、まだ。ちょ、スキャン、スキャンできねえか。うまっ。ナイス。どこ？いなくね？遠くに行った。新しいキルリーダーが確定しました。新しいキルリーダーに気をつけろ。リングが止まる。部隊は全滅だ。見事な戦いだったぜ。夜じゃねえか。もっとセル欲しい。時間がないってのにリングが遠いぜ。上手上手、いいんじゃない。上行こうか。いや、こっちへ行こう。こんだけあったらまあ大丈夫でしょう。すぐそこだ。あと30秒ある。ジャンプパッド放出。おっと、こんないいものいただいてもよろしいんですか。捨てられていてもいいんですか。優しい。こっちへ。マジでマジでマジで、なんでもない、なんでもない。今のは取り消してくれ。超なんでもない。あっちの方か。リング遠いな。味方回復ないのか？大丈夫か？あれ何が来る？レプリケーター？ケアパッケージ？あ、違う！ただのあれだった。およ？オーケー。でもなんか光ってるよね。大丈夫？いない？敵。スキャン。スキャン、ああ。ブラダール・ハウンダルが。めっちゃ遠くにいる。いや、危なくね。大丈夫か。スキャン入れてからのがいいんじゃ。うー、怖いよそれ。いたら終わり。いないことになる。いないっぽい。すげえ、こんないいとこいないってことなんだ。リプリケーターを移送中。傷を手当てしている。恵みは我らにある。後ろの方でパンパン行ってんだ。リプリケーターが降りてくる。この山の、あ、ここいるわ。あっちに標的だ。ここか。あっちに敵だ。めっちゃ撃ってる。おい、当たんねえな。当たった。あそ
うい、うい、うま、俺今めっちゃうまかったね今ね。ちょっかいだけ出す。ここにもいるわ。いやこれでもさ逆にきつくね俺たち。待たれるぜ向こう側で。こっちへ行こう。あと1分リングは近い。向こうで待たれるときついと思うんだよな。シールドセルを発見。あ残り45秒歩いても間に合うな。ありがとう。ありがとう。1個のセルなのに。え、マジで？いやそうきたか。なるほどね。これきついな。あっちから行こうか。こっちだ。それきつい。あーこっちミスったか俺。ごめん。やべ、引っかかった。いやこっちもこっちできついな。いやすまん、ちょっとミスったかも。くらっちまった。シールドをリチャージしてるところだ。シールドをチャージ中。少しシールドをリチャージする。びっくりした。レイスかと思った。ちょっと回復するぜ。あぶねえ。まだ10部隊生き残りすぎでは。マジでな。ここにもいるな。仲間には指一本。こっちは撃たれてる。やべ。頼む。あそこいるやんけ。あ、間違えた。もったいないことした。キャンセルした。今リングは近い。標的を発見。
いや上強えな、あそこの、まあ奥さんいるからなんとかなるか。そうやって考えると奥さん強えな。大丈夫奥さん気をつけてね。いや残りまだ10部隊はやばいでしょ。ジャンプパッドを投げる。え、マジで。あ、ちゅうちゅうちゅう。え、むずっ。待って、あ、いんのかい。待って、まだ無理、危ない。空爆だ。あ、見つけた。俺に任せろブラザー。シールドをチャージ中。待ってくれ、フェニックスキットを使う。シールドをリチャージしてるところだ。警告、リング閉鎖中。マップを見ろ、リングが動いてる。正体だ。シールド展開。リロード中。気をつけろ。うわ、ごめん。ブラザー、ダウンしちゃった。うわ。ふわり殺しきれんかった。おとなしくしろ、助ける。いや音でバレんじゃねえか。それそうだ、ナイス。あー大変だ。いやそれは危ないけどいけんのか。うわーごめん、いやすまねえ、申し訳ない。こんなことになるか。悔しい、勝ちたかった。5位か、もっといけたな。え、ニコ生本当に本当？え、俺の人気がないだけだったらいいんだけど全然。え、俺って人気ないってこと？つまり。なんかニコ生の気のせいかな。やっぱニコ生見れないって言ってるよ。何をコメントすればいいんや。いや別にそうだけど。ニコ生見れないって人が多いな。みんなまあコメントはなくてもいいんだけど、多分見れてる人は見れてるみたいだけど。ニコ生はもう廃れたいよ。なんか少なくない？あ、iPhone で不具合してんが起きてんだ。携帯で見てる人がってことか。へえ。携帯で見てる人が調子が悪いと。じゃあこんなもんか。みんなポップマス見ないの？特別版。みんなでポップリンクスチューン。ポップリンクスチューンを初お披露目。だって。どうしよっか。なんかニコ生調子悪いみたいだからいいか、裏で見るか。ニコ生調子悪いみたい、なんか知んないけど。つっぺでも Apex 配信は最初コメしてるの一人くらいじゃん。いやまあ今は別に Apex 配信じゃないからさ、
エイペックスやってるからってこと今。俺がもうちょっとなんか別のこと。別のことってこと？別のことやってるから俺が。エイペックスやってるからってこと？でで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 。ということですか？いや、にしてもじゃない？え、俺の人気がないだけかな？満身かな？満身かな？満身か？満身だよな多分。満身ってことにしとくか。もうちょっと雑談とかしながらね待っていたかったんだけど、もうそんなこともかなわず、ポップリンクス始まっちゃうよそろそろ。配信がポップリックス配信が、いやこの時間にこの、いやわからんな、俺の甘えか慢心かな、自分を高く見積もりすぎ。なんかやっぱ一応不具合にはなってるらしいよニコ生も。たださ、ニコ生ってマジでどこかでさ不具合情報みたいなさ見れないからマジで厄介。ニコニコ生放送アプリか。うん、だってさポップマス配信大丈夫かな。まあニコ生で見なきゃいいのか今思った。いいか、なんかめんどくさくなってきたから一人で見るか。なんかニコ生の調子悪いみてえだからよ。今ニコ生クソだわ。なんかニコ生クソみたいだよね今ね。だからもうやめようかなと思ってたんだけど、今俺の慢心なのかニコ生がクソなのかわかんないんだけど、俺の慢心でコメントがないの。前は今治ってたけど。あ、治った？じゃあこのままでいいかな。俺が自分の人気のなさを認められないだけなのか、それともニコ生がクソなのか、どっちか、どっちかなんだよな。認められないだけかな。前もあった気がする、でもこんな感じのことで普通だったみたいな、特にただ俺が人気ないだけだったみたいな、あった気がするんだよな。どうだったかな。音声だけで画面もコメントも見えなかった。へえ。なんかニコ生一応調子は悪いらしい一応調子は悪いらしいんだけど、なんかアプリの調子が悪いらしいくて、まあ、どんな感じなのかなっていう俺のいいか、今日はやめるか。 YouTube でやる？ポップマス見る配信。いや YouTube でポップマス配信見る配信してもな、
全部 YouTube でやる、ニコ生でやる意味ない、もしかして。いやでもなんかこれ俺の慢心な気がしてきたな。普通か、このままやってりゃいいか。でも格段にコメント少ない気がするけどな、 Apex やってたからかな。そもそもやってないのに配信は見る謎のモチベはどこから来たの。いやなんかライブやるんだって、ライブ、あのポップリンクスチューンっていうあのテーマ曲を初お披露目はしてくれるらしいから、それは見たいなと思って。本当かどうか知らないけど、だからとりあえず今日はとりあえずどうしようか。こんなもんかな。割とゴール日曜のゴールデンタイムだったらさすがに俺でももうちょっとコメントないか。わかんねえ、ないかな。他の配信者がやってるからそっち行って減ってる場合もある。なるほどね。普通に不具合あるからそれだと思うよ。それだよな。いや減り方が如実じゃない。いやー分からん。慢心、慢心ってことにするか今日は。俺は人気がないんだ。自分を高く見積もるな。俺は人気がないんだ。俺は人気がないんだ。あなんかニコ生バグってるわ。ポップマスの配信ニコ生で見ようとしたらなんか意味わかんない余白ができてる。ニコ生クソバグってるわ。パソコン版で見る分には多分大丈夫かもしんないけど、なんか意味わかんない余白ができて、何これキモ。ニコ生壊れちゃった。ニコ生壊れちゃった。俺のニコ生壊れちゃったよ。どうしようかな。じゃあまあ一応見ようか。ポップリンクスチューン、みんなでポップリンクスチューンスペシャル見たいしな。じゃあ準備しますね。一応配信切りまして、ポップマスやってるか。やってないよ、全然やってない。よいしょ。初日にプレイしただけで一度たりともくそやってませんが、何か問題でもありましたか。ポップマスポップマス、ポップマスポップマイ、コメビュービロン。これでこうして、これでプロパティで、おい、ああ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 あ、オッケー、てってて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 て、あ、てっててじゃない、ポップマスの待機音、ポップマス生放送の待機音。なんで、てってて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 じゃない、怖っ。
てて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 。てれれれてっ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 てれれれてってー。楽しみだね。楽しみだけどニコ生がポンコツなのがちょっとショックだな。トゥン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 。いやもう切られていいよねマジで。ニコ生で見んのやめようかな。 YouTube で見ようかな。一応今ニコ生開いてるけど、ニコ生の画面バグってんだよね。なんか上半分めっちゃ白いんだよね。なんか知んないけど、これ何、上半分めっちゃ白いの。見て何この余白ここの余白めちゃめちゃキモいんだけど、ぶっ壊れちゃってるニコ生が。何なのここ、見れるけど、一応見れるけどぶっ壊れちゃってるんだよね。超キモい。やめておくんなまし、ニコニコ生放送。トゥン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 トゥ全然聞けねえじゃねえか、みんなでポップリンクスチューン。携帯から見てる人多かったねえ。わかんないけど、そうなのかな、それともだから違う、俺が人気ないかで、どっちか、どっちか。俺が人気がないのか、携帯から見る人。いや俺が人気ない気がしてきたな。なんか別に他の有名な人は見れたけど、川口は無理だった。相性みたいなのあんのかな、やっぱ底辺配信者は見れないっていう、底辺配信者は見れないよっていう、そういうことなのかもしれないね、もしかしたら。うん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 、ルンルルンルンルルンルンルルンルンルン、ポンポンポンポポポン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 ポポポン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 。もう始まっちゃう、もう始まっちゃう、あと2分、あと2分で始まっちゃうよ。ポンポンポンパパポンポン、センター全員勢ぞろいの配信だからね、楽しみだよね。楽しみと寂しさが同時に押し寄せてくるっていう感じかな。今日配信終わったら絵描こうかしらね、そのまま。ルンルルルン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 ル
ドゥン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 。俺もさ、今ツイッターでさ、これでフォロワーさん増えましたっていうさ、ツイ、あの、ハッシュタグが今流行ってんだけどさ、俺1枚もさ、増えたフォロー絵がねえから、そのハッシュタグ使えねえよ。俺も使いてよ、そのハッシュタグ。これでフォロワーさんが増えましたっていうハッシュタグ。使わせてくれよ。フォロワー増えてくれ。2億人ぐらい。2億人ぐらい増えていってくれ。ボンボンボン。俺が剣心楽しみ。ありがとう。やりたいですね、お絵かき配信。いやー、まもなく開演しちゃう。まもなく始まっちまう。ルルン、ルン、ルルン、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 ルン。始まるぞーい。あ、すごい、衣装着てる。すごいすごい、衣装着てる。本気じゃん、衣装着てんのは。ポップリンクスの衣装かわいいな。ポップリンクスの衣装もあんのすごくない？ハッシーだ。イエーイ、オスだ。テンテル28歳なんだ。すげえ。主人公、映画じゃん、映画。オールスター映画じゃん。すごーい。ポップリンクスチューン1回ぐらいしか聞いたことないけど大丈夫かな。俺もノリノリになれるかな。味付けノリノリになれるかな。
ほぼ無言で見ちゃうぞ今日。ただ見るだけ。本当の無言だけど、どうする？カメラ出しとくか。そしたらカメラ出しとくわ。無言でもカメラ出てりゃなんとかなるだろ。てててて。ん、絵描きながら、あ、絵描きながらでもいいかも。こんにちは。もうこうしましょう。半袖。じゃ今日マジで暑くてさ。今日ほんと尋常じゃないぐらい部屋暑くてさ、ほんとに半袖になっちゃった。今日30度あった部屋が、昼間。まだ寝てたらさ、昼間暑すぎて超起きたわ。暑すぎて起きた。30度でした。絵描くか。え、俺腕短くない？俺ほんと腕短いと思うんだけど。腕短すぎるよね、俺ね。やば。腕ってこんな短いもんなの？人間。え、かわいい腰んとこなんかこうなってる。わっ、ポップマスの衣装かわいい。かわいい衣装。シャネルみたいだね。シャネル。ベルゾ。絵描くか。ヒゲすげえ伸びてきたわ。絵描くわ。
絵描くわ。忙しいな声優さん。ライブしたりして、ライブしたりしなかったりして。普通にあれなんだよな。川口もシースルーを着ていけってコメントをごっそりスルーしてたわ。シースルーだけにガーすいませんでした。影ってわかんないよね、どうなるのかね、全然わかんない。可愛くね？この。この絵はもう2億人ぐらい増えんじゃない？フォロワー。刺繍細かいでしょ？頑張って昨日描いたん。今朝頑張って書きました。
オープニング可愛かったよね。このオープニングの CG すげえ可愛いから好き。最近ほんと CG のクオリティ高いよな。ポップリンクスチューの曲可愛いな、めっちゃ。これライブで聞かせてもらえるんですか今日。だとしたらとっても幸せですよ。うぅ、オプマス4。これ腰んとこの影ってどうなるの？バンダムフェスでやる予定だった。アマの10日前だけど引くの。引きてえよ。絵描いたら出るだろ多分。絵描いたら出るだろ絶対。こんだけ可愛い絵描いてんだよ。自分ではなんだが、自分で言うのもなんだが、こんなに可愛い絵描いておいて出なかったらもうそれはおかしい。配信なら出ても出なくてもいいし。やだ、欲しい本当に。あれ、コメビューが壊れてる。おい、うん、影濃いかな。俺100万もいけなかったよ。
それはやべえ、わかんないけど。多分100万超えなかったんじゃないかな。俺。多分ね。あー、メガネ、絵描くときメガネ外したいけど。メガネ外すと配信見れねえから、どうしたらいいんだ。すごい、カット、5カットのカメラがあるんだ、すごいな。5分割リンクアピール。700ってそんなすごいの？このゲームにおいて。100万は何も考えずに指の動きだけでご了承できる。マジで？ちょっとあとやってみっか。俺じゃできたのかな？いくらなんだろう？五分割配信おもろいな。ずっと五分割で。いいんじゃない？わかんねえ。おめえ、液タブのさ、液タブがすげえもう汚くなってきてさ、影が全然見えない。ちょっと濃いなぁ。
よし。よし。なんか限定テルが壊れてるんでしょ？限定テルが壊れすぎて結構まともに真面目にやってた。まともにやってた人たちが怒るぐらいぶっ壊れてる。なんか色やったー、テレビ CM だー。この丸の色何色なんだろう。グレーすぎ？
マリエ。何色だろう。もうちょいこれぐらい、いやーもうちょい薄い、これぐらい、あーこれぐらい、これぐらいかな。もうちょいピンクっぽい気がするな。これぐらいかな。もっともっとポー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 ポロード劇を聞きながら絵を描くなんて、なんて幸せなんだろうな、俺たちは。よし、ポップマスの絵柄かわいいよね。アマナちゃんって目何色なの？わかんないよ。元から仲良しなの？ゴードライブ前から。
目何色かわかんねえな。あまなちゃん黄色だったっけ。あまなちゃん、あまなちゃんお目目何色ですか。黄色っぽい気がする。黄色っぽい気がする。黄色ってことにするか。オレンジっぽい。こんな色かな。あ、こんな色っぽい。もうちょい琥珀色っぽいけど黄色で良さそう。 OK、 ありがとう。はぁ、ん？今、何でもするって言ったよね。10個下の女の子。ライブしそう、この流れで。この流れでライブしそう。見よ。ちょっと肌白すぎるな、なあちゃんね。どれ肌色？これ？違う。これ？これか。
歌いそう、このまま。ああ歌わないんかい歌わないんかい。完全に歌うかと思った、ライブするかと思った。もうちょっと肌、あ、でもいい感じ。おりゃ、よし、赤っぽい。無料10連ちゃうかった。限界
250個って何連単発？あれ？え、シマムーンのタペストリーかわいいんですけど。買っちゃおっかな。うわー、ニコ生で見てる。許してくれ。ニコ生で見ていることを許してくれ。やった。コメントしよう。プレミアム会員でよかった。シマムめっちゃ可愛いよね。一連ジュエルなんだ。俺もコメントしないと。もらうためにだいぶワークワーク。だいぶワークワーク。俺の配信でコメントしてどうすんだよ。よし。コメントしといたわ。でもこれさ、多分だけど俺のあのニコ動画登録してるメアドに連絡来るんだよね。絶対気づかないわ。連絡来ても。
楽しみ。だいぶワークワーク。え、かわいい。なんか学芸会みたいだな。場所が場所だから学芸会見てるみたいな。お、リンクアピール。この曲です。カメラがごまかせないから振りたい。そうだね、横からがないからね、正面しかない。うん、かわいい。え、めっちゃかわいい。歌いづらそう。めっちゃ歌いづらそう。転調してた？うわ、いいね。めっちゃいい。買います、この曲も。可愛いキャラですね。これ何のキャラですか？アイドルマスターシャイニーカラーズに登場する大崎天奈ちゃんです。僕の大好きなアイドルの一人。歌ってんの見て、本当なら今日東京ドームでイベントだったんだよなと思った。え、今日そうなの？あ、今日があれだったの？バンダムフェスの話だった？ピクシブやってるけど上げてないよ。上げた方がいいのかな。ピクシブって上げた方がいいのかな。ニコ生。ニコ生じゃないよ。YouTube でいいよ。もう。
もうニコ生でやらなくていいよ。映画にもアップされてない。うん。ツイッターにしか上げてない。今日はあのメンバーで歌ってたんやろなって。ああそういうことか。悲しみに明け暮れる日々だね。ツイッターの過去ログあさってありがとうございます。ツイッターてかウロボロス高橋っていうアカウントがあるんでね、それがイラストアカウントです。よろしく。会いますー。え、髪の色合ってる？これ天菜ちゃんの。間違えてる気がしてきたんだけど。リダイブゴールイン。そんな髪色濃かったっけ？そんな気がしてきた。俺も。もうちょい色味違う気がする。ツイッター開いたらガチムチの筋肉マンが出てきた。そうだよ。なこれ茶色すぎる気がするな。もうちょい赤い気がすんだよな。色変えよう。あーん、こっから色変えんのわかんない、めんどくさい。せい、うわあ、これぐらい。もういっそのこと、いや、いっそのことすぎ、これ
いや、これはいっそのことすぎか。これぐらいで、どう、ほんとわかんないわ。スポイトにすればよかった。おとなしく、いっそのことすぎる。スポイトにすればよかった。これぐらいじゃない。でそしたらハイライト、影の色も変えないといかん。ツン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 。服の柄よく描いたな。でしょ。でハイドライトも。ちょっとだけ色味変えて、でもうちょっと明るくしてやりたい気がしなくもない。髪色見比べようとアマナ見たけどめっちゃ可愛い。そうなんだよね、めっちゃ可愛いんだよね今回のアマナちゃん。悔しい、俺はこんな可愛い山田ちゃんを持ってない。え、なんかニコニコクソ重いんだけど、何これ、壊れた、ニコニコ壊れた、重すぎて。マジでニコ生出るんだ、マジもうやめてよアイマスくん。アイマスくんがニコ生でやってくんだけど、俺もうニコ生やんねえから、プレミアム会員解除するから頼むだ。俺が来たから壊しちゃった、そっか、じゃあ仕方ねえな、頼むだよ。うわ、ガクガクだ、一気に飛んだ。なんだこれ、肉のも壊れた。みんな見れてんのちゃんとこれ。あ、みんな見れてるわ、コメント見る限り。ガチガチに止まってる俺、肉のぶっ壊れてる。俺プレミアム会員じゃないのもしかして今だから。俺プレミアム会員じゃないってこと、可能性はある。めっちゃ止まる肉のま、もういいや、みんなやめよう、プレミアム会員限定放送なんて見なくてもいいもん。プレミアム会員限定放送なんか見ないもん。なんかニコ生めっちゃ止まるし、おこだよ、おこだよ、おこだよ、おら、おわ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 、え、うま、こんばんは、どうもありがとうございます。そう言っていただけると私も幸せです。オレンジ今日も食べてみたけどまだ酸っぱくて泣いた。
なんか今日ニコ生調子悪かった？どうだった？みんなからしたら。そうでもない？俺だけ？すごいペースで絵描いてるように見えるけど、これくらいなん？もうちょい描きたいけどね。できるなら。できるならもっともっと描きたいけど。悪かったよね、ニコ生の調子ね。これでバズらなかったら世間の評価を疑う。ありがとう。ただちょっとね、やっぱり中途半端なところは多々あるので、まあバズるかバズらないかで言ったら、バズらない可能性も全然あると思います。あたし。あると思います。正直絵のうまさじゃないと思う。元から一般だから悪い。調子はいつも通り悪い。ニコニコ今日マジでもう今俺プレミアム放送全然見れなかったし。あとはこれか。ニコニコポンコツだよな、本当に。もう本当にもう早くニコ生やめてほしい。アイマス公式はなんでずっとニコ生でやってんだろう。そんななんかオンみたいなの考えなくていいと思うんだけどな。なんかそういう契約してんのかな、ニコニコとアイマスって。すごい、まだニコニコがゴリゴリ全盛期の時代になんだかよくわからない契約したりしたのかな。今後の公式配信はニコ生ですることを絶対にしなさいみたいな。ブブ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 、まだ酸っぱくて泣いた。こいつか。重い。まあ最近は絵描く頻度上げてるけど、よく言えばもっと描いてもいいかなと思う。もっと描いた方が、週今一応週1ぐらいで描くつもりではいるけど、描いてるつもりだけど。それ以上はまだ俺には達成できない領域だ。週1回は書きたいと心の中では思っている。ければいいなと心の中では思ってはいるが、果たしてどうなのか。
まだ酸っぱくて泣いた。まずは目指すは4桁いいね。当たり飯が9000いいねだから、まだ俺3、5、マックスが500いいねとかだから、まずは4桁いいねを目指さなきゃいけない。俺は当たり飯を目標に頑張ってます。ただバズり絵師の当たり飯曰く絵じゃきついんじゃないかと。何か設定とかがない限り絵じゃきついんじゃないかっていう噂もあります。イカさんえぐいんだよね。9000はやばい。何のにもかかわらずあいつはめんどくさくなって、そんだけ力を持ってるのに。なんか割とさ、人気がある人ってさ、なんか病んだりするのと同じで、俺全然考えられないんだけど、人気があったら俺はもうその人気でずっとチヤホヤしててほしいのに、病むとかが全然考えられん。一生チヤホヤしててほしいのに。俺はシチューで超えたいけどね。シチューみたいな苦手なんだよね。うん、できたかな、かな、かな。うい、かわいい。このタイミングでやめなければ今頃まるの人に慣れてそうな人結構いる。いか、病んでんの？病んでないけど、いや、なんか病んだりする人いるじゃん。なんかこの間も光が強くなれば闇も深くなる言ったな。なんかこの間さ、確かなんかすごい有名なゲーム実況者の人が自殺しちゃったかなんかで話題になってたじゃん、ちょっと前。名前思い出せないけど、もうチャンネル登録者 70万80万とかいるような、もうちょっとで100万とかの人が病んでて自殺されちゃったみたいな。自殺だったか分かんないけど、なんかお亡くなりになられましたみたいなあって、やっぱなんかそういう人気者にしか あれは別にあの人がたまたまああなったってだけ。いやでも結構あるぜ、有名な人病むの。なんか知らんけど、やむじゃないけど、なんかさ、人気あるのに配信なんで活動やめる人とかいるじゃん。もったいないなって思っちゃうもんね。まあ俺もそうなんだけど、現に俺も過去に一度やってるから、本当にもったいないと思うわ。俺も現に過去やってるんで、めちゃめちゃもったいないんですけど、だから俺はもう続けていこうと、自分にできることは続けていこうと思いまして、今は絵を描くことをやってます。有名をキープし続けるのはきつくて、ああそれはあるかもね。なんかその今までのハードルを超えられないっていうのは
あるかもしれないね。自分が出してきたハードルを超えられないっていうのはめっちゃありそう。すんごいバズっちゃったら過ぎた時間は取り戻せない。本当にそれ、一回なるよりなるだけ持続のがきついだよね。有名になったら有名じゃないと見てもらえなくなるっていう恐怖、どうなんだろうね。まだその領域に達せてねえよ俺は。達させてくれ、頼む。かわいい、え、めっちゃかわいくないこの絵。何俺、うまい、え、俺絵うまくね、何これ、え、うそーん、かわいい。え、俺もしかして、え、うまいのかな。病んでる川口、そうそう、こういうノリでオリジナルキャラを乱す。いや俺結構病んでるよ。病んではいる。病んでなかったら毎日配信なんかしないでしょ。病んでるよ毎日配信してるやつは。配信者ってみんな病んでんだよ。承認欲求の塊なんだみんな。全員が全員承認欲求の塊なんだ。睡眠時間おかしい、それもあるね。まあ、病むの時間の無駄だなって思うようにはなったけど、昔は病んでたよ昔は病んでた。でも最近やむのもったいねえなって思ってきて、やむぐらいだったらなんか別のことやった方がいいなっていう考えに移行したわ。そっちの方が楽しいし、おすすめです。やんでる方見ていましたら、やむより楽しいです。やむの時間 もったいない。昔の方が病んでんじゃない多分、知らんけど。今は別にそんな病んでねえし。カグジにしてはすごいいい考え。そうでしょ、俺バカだからさ、もう考えるのめんどくさいんだよね。え、かわいいけどちょっと頭でかくない？やんでもいいけど、その後どうするか。切り替えられるのは大切だね。まあいっかって思うようにしてるわ俺は。病んでもまあとりあえずいっか、なんとかなるっしょっつって。
今を生きるモードに切り替えるわ。え、背景どうしようかな。可愛いけど背景が描けねえ俺は。背景とスカートのこのエプロンというか影が変。これどうにかしたいな。どうにかしたいけど描けねえ。トゥ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 もうちょっと縦長でいいか。キャンバスサイズ。バイオン、バイオン。容赦なくキャンバスサイズを切り取っていく男。背景どうするとべや。背景。背景移動する。背景移動すればいい。助けてください。背景が手抜きなんだよな、いつもな。白でいい？白でいいかな。白じゃ怒られそうだな。ほうき持ってそうだから屋外。屋外背景なんか描けませんよ私。キャラ絵だけです。自分ができるのは許してください。キャラ以外は何もできません。できた、できた、できたってことにしない？これでこれやっぱ背景の凝りようとかで変わってくんのかな。やっぱり人気っていうのは。背景の凝りようで俺の人気も変わってくるのかもしれないな。シンプルに天の白抜き入りの絵柄とかであったりする。あんま分かんない。ないない、あるんじゃない。でもやっぱり最近はなんか結構目ちっちゃくてスタイルがいい絵が流行ってる気がする。俺割と流行と真逆を言っている気がする。背景も重要だよね。天の白抜きにする。なんかこれ髪合ってる？色みんな、アマちゃん色合ってる？なんか変、変じゃないよね。変ではないよね。変に見えてきた。いや可愛いだろう。奥の目がちょっとちんまい。え可愛い。色合ってる方。え可愛くない？えチューしちゃうよこんなの。えこれチューするよね。あこれチューしちゃうわ。可愛い。いやこれであげよう。もう可愛いわ。
多分可愛い、きっと可愛い、え可愛いよねどんどん不安になってくる、本当に可愛いのかどうかが。ちょっと頭でかかったかな、なあちゃんにしては。なあちゃんってやっぱもうちょいスタイル、ちょロリーちゃんになってるな、ロリナーちゃんになってる気がするな。そこで現れるこいつらね、パントマイム琥珀とエアーマンね。あげよ、アップロードします。もう一日起きません、私はもう体がアップロードしたくなってます。基本的にはね、こういう時はね、一日置いた方がいいって言うんですけど、起きません。大体置いたみたいなもんなんで、あげます。でみんなリツイートしといてください。100万リツイート目指してます。100万リツイート、1億万いいね目指してますので、ぜひ何卒よろしくお願いいたします。直通いや、背景白はちょっと甘えてんな。やっぱ背景あったらいいな。普通に背景真っ青にしようかな。あ、ああ。いやでも青とちょっと違うかな。黄色っぽい色。もっともっとと、どっとっとっとと。あー、これにするか。これでいくわ。目立つわ、めっちゃ。もうちょい気持ちサイド落とす？うん、いいね。目立つ、目に入る。こんな目に入ったもん勝ちだからね。これぐらいバリバリにね、明るい色にすれば目につくんですよ。目についたもん勝ちです、こういう絵は。画像を統合して書き出し、はいはい。なんか誰かが言ってた気がする、背景をめっちゃ明るい色にすればそれだけで目立つって。背景描けないときは背景をめちゃめちゃ明るい色にしてあげればいいよって話を聞きました。そうすると嫌でも目に入るらしいので、やったね、やったね、勝ったね。なんだっけ、名前、スペンサー家の日常、スペンサお、お先甘な、よし
ッケー。あ、なんか、ん？奥の目、ん？違くないよ、変じゃないよね、変じゃないよね、ん？いや、1日寝かすべきかな。え、でも1日寝かした、あ、1日寝かすべきかな。うわぁ、一旦1日寝かすか。え、これどう？1日寝かさなくても可愛い？奥の目変？寄り目？奥の目。俺いつも奥の目なんか変って言われる気がする。いつも奥の目が変って言われる気がするな。やっぱ瞳のサイズかな。チュンチュンチュンチュ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 。顔の角度と微妙に違う？マジで？違うかな。それで合ってるのかもしれん。俺もね、わかんないんだよね、もう。だから、やっぱこういう時は一日置くのがいいんだよ、本当は。わかんない時は。一日置くべきなんよ。わかんないのであれば。ただ俺は承認欲求の化け物なんで、もう早く上げたくて仕方がない。絵を。可愛く描けたアマナちゃんを見てほしくて仕方がない。一回チョコボレーシング挟む。あり。チョコボスタリオンじゃなくていいの？一番冷静になれるゲームだからね。気持ち縦に圧縮されてるように見えるけど、奥の目ってそんなもん。まあ見えるね。まあこの多分ね、瞳の長さはね全然違うと思うね。まあなんて言うんだろうな、多分この目の縁、目の縁にこう目があるからそう見えるっていう捉え方もできる。目の何、内側、目頭の方にこうやって目があるのと、こういうとこに同じ黒目でも、そういうなんていうの、同じ黒目でもさ、こう白目が大きい部分に黒目があるかみたいなところなので、この 目頭の近くに瞳があるとそういう風に見えるのかなって俺は思うんだけど、どうなんだろう、わかんない、俺はそう思ってる。あと一応奥の目だから、まあ少なからずこう、なんていうの、
わからん。でも違うかも。そんなことはならないかもしれない。もうちょい目を大きくしよっか。じゃあ奥の、奥の目がちっちゃいのか手前の目がでかいのか。手前の目がでかいってことにしない？目のレイヤーどれ？これか。もっともっと遠くでもっともっとパージケヒヨウ。あれ、ハイライトってどのレイヤー？これか。これでどうでしょう。微調整を行いまして、キャワー、いやもうわかんねえマジで。もうちょい奥の目も、瞳黒目でかいか。いやこんなもんか。なんか変に見えてきた全部が。全部が変に見えてきた。何が正しくて何が正しくないんだ。シャニマス4個は7色で似てる。そうだね、あれも目立つから黄色にしたからね。あれもメイド服じゃなかったっけ。そういえば違ったっけ。あれ何の服だったっけ。何着せたっけ俺あの時。なんかメイド服みたいな着せた気がする。既視感あると思ったらそれだった。ないです、既視感なんてものは。既視感なんてものはないんですよ。わかりましたか。ほうきしなってる気がするけど、いいの、いいよ、曲げてる、しなってる方、しならせてる、へし曲げてる。アマーちゃんが自慢のパワーで。
ほうきじゃないかもしれないし、長めのなんか茶色い犬の猫の尻尾をなんかビーンって伸ばしてるのかもしれない。この先は皆様にお任せします。皆様のご想像にお任せします。もしかしたら長めのね、茶色の猫の尻尾ビーン引っ張ってミギャーってなってるかもしれないでしょ、この画面外で。その可能性は大いにあります。保存。これがアマナのスパレジュだ。そういうこと、結局はそういうことなんだよな。よし、もっともっと遠くへ、もっともっとパーパープープープー、今いへいへいへい。よし、あげるわ。もうもうあげる、いいもん。もう後悔しても知らない。いやー、ほんと明日あげるべきやけど、もう今日あげたい。日曜日の夜だし。背景これでいいです。派手なんで。派手派手派手派です。派手派手派です。でいいです。なんかこういう感じする。なんだっけな、斜めに入れるといいよみたいな話を見たことがある。2色で切っちゃうといいよみたいな。なんかギター持ってるみたいに見えてきた。ギター持ってんじゃないこれ。ギュイーン。これがアマナのギタテクだ。ギュイーン。なんかアホみたいでいいねこれ。パッパラパッパーみたいな背景が余計にそれっぽい。なんかスピード感出たね、こうしたらね。そのせいでもうめちゃめちゃギター持ってる感あるけど。余計なことしなくていいか。背景はこれでいいや。いや、これでいいのか、本当に。本当に俺はこれでいいと思っているのか。これでいいってなんだ。これがいいじゃなきゃダメじゃないか。これがいいじゃなきゃダメなんじゃないか。ツイートする。あー、ツイートしちゃった。もうツイートしちゃったよ、みんな。俺はツイートしました。できました。完成です。タイムラプスも書き出しましょう。タイムラプスも60秒
OK。 どこに書き出されるんだタイムラプスは。かわいいんじゃない。かわいいはず。かわいいよね。わかんなくなってきた。やっぱり一日置くべきだったかな。ミスったかな。一日置くべきでしたでしょうか。いや、かわいい。絶対かわいい。絶対かわいい。頭でかいな。頭でかい。まあ、いいか。かわいいから。頭でかい方がかわいいしね。最近の絵の流行って頭ちっちゃいのが流行ってんだよね。かわいすぎて食べちゃいたいでしょ。食べちゃってくれみんな。リップ頼むか。これで一緒エイペックス。よし、とりあえず目の前の課題はクリア。とりあえず目の前の課題はクリアしました。なんとか。ふぅ。ふぅ。じゃあ、あとエーペックスやるか。え、どこにこれ書き出されたの？あ。こうか。エペのために絵を描き上げるとは参りました。まあエペのためでもないけど、普通に絵描きたいっていうのもあるけど。ウエストと顔のデカさが同じぐらいだもんね。ちょっと顔デカすぎたな。まあいいか。さて、それでは多い多い。タイムラプス。俺が途中で足を諦めたのが見えますよ。足諦めてる。トリミングバレする。なんか増えてる。落書き。おお、すごいすごい。めっちゃ最後の方試行錯誤してたな。一瞬で流されたけど、これ面白いね。どうやって書かれていったかがわかる。試行錯誤してんな。下半身こんだけこれでかくなる瞬間めっちゃおもろいな。あんだけ頑張ったのに。あんだけ頑張ってなぜやめてしまったんだ。面白い。よーし、ほいじゃあできた。しゃ、終わり。
ということで、エイペックスやるか。あ、でも今日ね10時からあれ上がります。何でしたっけ、10時にあれ上がります。シスプリ、ぜひそれ見ていただいて。今日眠いって、俺4時間ぐらいしか寝てねえ。今日朝まで夜更かしの歌読んでたから4時間ぐらいしか寝てないんだよね。眠い。なんでぜひね、あのシスプリ、最近睡眠時間極端だな。そうなんだよね。いや、夜更かしの歌マジで面白いからみんな読んでください、ぜひ。俺もう一回読もうかな。なんで10時にシスプリ上がるんで、よかったら見てください。で、寝不足エペは危険。そうだよね、昼夜逆転、治れるからね。今寝れば、今寝れば昼夜逆転直して Uber Eats いっぱいできるからなって考えると少し悔しいよな。まあそんな感じで一旦終わります。まあ、あー眠くなかったらやるけど、まあ、10時半以降だな、やるとしたら。やんなかったら、やんないって言います。ツイートをします。以上、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、ぜひよろしくお願いします。やるときは勝手にやります。やんないときはツイートします。以上、10時にシスプリの第7話、アップロード、3ヶ月ぶりぐらいの第7話アップロードされるので、ぜひよろしくお願いしました。よろしくお願いします。アトゥー。